はい、おはようございます。タチアニです。いよいよ富士見パノラマのグリーンシーズンが始まりましたので、ここ富士見パノラマリゾートに来ております。めっちゃ寒いダウン着てますけどね。もう4月の後半なんですけど、これからね準備をしていきますが、いよいよね富士見パノラマのコースをマイインテンス M29 で走ることができるので、すごい楽しみにしてます。まあちょっとしばらくはセッティングになるのかなとは思ってますけどもね、仕上げていってぶっちぎりの立ち穴に今シーズンなりたいと思います。29インチを乗りこなす、楽しみにしててください。朝ごはんいただきます。めっちゃ美味しい。てかあったかい。はい、はい、はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今年も本当によろしくお願いします。ここがすごいさーて、寒い。さあ、いよいよ今年の富士見パノラマスタートですよ。行きますよ。というわけで、まずは体慣らしにグリーンの1番。汚れるかな。ふう、風強っ。結構ぐじゃぐじゃ。やっぱリアサスがちょっと沈みすぎてるな。それもあるな、ハンドリングは。さて、グリーンの2番。怖いですよね。さすがやっぱり1年の1本目は初期初心者コースでもビビる。ちょっとハンドルとなんかバイクとの位置が合わない感じです。こんなもんかな。風が強い止まっちゃう。回ってきたかな。さすがに1本目はねちょっとうまく動かないですけど、初期が良くなるってことかな。うん、良くなるんだけど、なんだろう、なんか中盤まで良くなってるんだけど、初期だろうか。面白い。よし、2本目。おー、なんか踏ん張り感が出た。
バランス良くなったな。雪すげー、変わるね。俺も悪くないな。もっと前出てほしい感じ。ハンドルはちょっと高いかもな。サグかもな。もう一回サグから確認しよう。サグ確認して、でそれでも高ければハンドル下げ。ちょっとフロントに食わせたい感じだよね。ブルーのナンバーナイン、今年初ドロドロっぽいよ。風が強いな。うわぁ、イボル。だいぶ違うよ、八ヶ岳だよ。富士見パノラマっぽいよ。いや、降ってましたね。よし、いや2日目天気いいっすね。っていうか八ヶ岳が超綺麗。あのなんか線が面白いっすね。確かに。雪の線。あ、霜柱だ。凍ったのが溶けてる。結構路面やばいかも。まだ凍ってるし。ぐちゃぐちゃだな。染み目なしだな。昨日の方がマシだったね。はいどうも。いやー、表面がシャビシャビに溶けててすごい泥の膜が。さあブラックイレブン、うわ、すでにシャビシャビな感じ。ふふー、うわー、ぐちゃっときた。バンク、うほほ、つるつる、はい、くるっと向き変える。よいしょ、うわー、びしゃびしゃ。軽くペダリング入れて、うわー、ぐちゃぐちゃだよ。うわー、さすがにドロップはクローズかな。ですね。ふうふう、わあ、でも気持ちがいい。さあ、右かな。おお、霜柱。よいしょ。滑るかな。さあ、みんなで走るよ。わっ、滑った滑った、ごめんごめん。木の根で滑った。昨日より滑りますもんね。滑るね。ほう、こけたよ。
ちょっと調子に乗りすぎたけど。忘れました。ねじれた。フォークがよじれんの。こことここでネジで止まってるからこうよじれてると思う。やっぱりサスのストロークは大きいよ。何ミリですか？これで200ミリ動きます。40ミリ違う。はい、ポジション出し。ブラックイレブン。よいしょ。さてどうよ。おおしょ。ああ、バランスはいいかもな。持ってかれる感じは確かにないかも。8番あんまりガリガリのセット出すとさ、ウイングいったらあれってなる。行また間違えた。お疲れでした。ありがとうございます。ダメだ、まだまだだ。楽しかった。そうだ、ありがとうございます。いいえ。今日も一日走りました。昼間はね、日が照るとそこそこ暖かいんですけど、日が陰ると結構寒くてね、大変です。まあでも、楽しい2日間を過ごしました。次の週末もしっかりと走り込んで M29 仕上げていきたいと思ってます。富士見パノラマ走れるの本当楽しくて嬉しいです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をして次のビデオも楽しみにしていてください。タチアニでした。失礼します。